皆さんこんにちは、ひろげです。はい、もうついに僕は待ち望んでたものを買うことができました。今回の動画はこちら。はい、こちらヒカキンプレミアムの味噌菌を食べたいと思います。いや、もうこの時を待ち望んでました。僕の師匠と言っても過言じゃないくらいめちゃくちゃ尊敬してるヒカキンさんのラーメンが発売されました。当時僕、師匠が1週間休むということを知って、何すんの、結婚とかと思ってたんですけど、まさかのブランドを立ち上げることにめちゃくちゃびっくりしました。まあ僕、師匠って名乗ってるんですけど、まあ自称弟子なので、はい僕の動画基本的にレゴばっかりなんですけど、まあ食べてみた系の動画は初めてなので、まあちょっと頑張りたいと思います。ヒカキンプレミアム味噌菌濃厚味噌、白味噌とニンニクの旨味が広がり、やみつきな味わい。いやー、やっぱ師匠かっけーなーなんかこう見てるとほんまに師匠ラーメン屋立ち上げたみたいに見えますね僕の下積み時代を支え続けてくれたのはラーメンでした。人生が変わるその日もラーメンを食べてました。そんな僕が考えた元気の出る一杯です。上には味噌菌特製コーミルがあります。ちなみにこの味噌菌以外に、じゃん、こちらの味噌菌飯もあります。ただ今回はこちらの味噌菌を食べたいと思います。ラーメンって結構いろんな味あると思うんですけど、僕が初めて食べたラーメンは味噌ラーメンでした。もう閉店しちゃったんですけど、あの小松島にあるどさんこラーメン、あれでラーメンを知りました。だから僕にとって味噌ラーメンって結構思い入れのあるラーメンなんですよね。あ、結構匂いしますね。なんかすごい味噌ラーメンの匂いがします。じゃあちょっとこぼさないように開けます。よっと、おお、わあ、めっちゃいい匂い。うわ、めちゃくちゃ味噌とニンニクの匂いがする。中にはもやしとネギとメンマの火薬が入ってますね。3分かと思ってたら5分だったんですねはい、5分経ったので開けたいと思います。あの、ちなみにこの時点でめちゃくちゃいい匂いがします。では行きます。よっと、おお、めちゃくちゃうまそう。よっしょ、いただきます。じゃあまずはちょっとスープから飲んでみます。あー、出る。おお、めっちゃ濃い。あの、ちょっとスープちょっと飲んだんですけど、めちゃめちゃ濃いです。味噌自体がすごい濃くて、でさらにニンニクの旨味があって、めちゃくちゃ美味しいです。あの、ちなみに僕、濃いラーメンとか濃い味付けがめちゃくちゃ好きなので、これはすっごい美味しいです。では麺もいただきます。麺もめちゃくちゃ美味しいですね。あの、日清のカップ麺と違って結構もちもちとしています。見た目については日清のカップ麺の麺と一緒なんですけど、この麺が結構もちもちしててすごい弾力があります。では次はこの味噌菌特製香味油を入れたいと思います。香味油なんですけど、なんか豚骨っぽい匂いがします。全部入れます。おお見た感じ結構ピリ辛の味噌ラーメンっぽいです。香味を入れた感想なんですけど、スープは思ってたより辛くはないです。じゃあちょっと麺の方もいただきます。あの、香味油入れたんですけど、これ入れた方がいいですね。めちゃくちゃ美味しいです。はい、スープも完飲しました。師匠、ごちそうさまでした。個人的に追加するのであれば、バターコーン入れてみたいですね。もっとマイルドになって美味しくなると思います。はい、ということでヒカキンプレミアム味噌菌を食べてみました。あの、先ほども言ったんですけど、めちゃくちゃ普通に美味しい味噌ラーメンです。まあ最初は普通の味噌ラーメンかなって思ってたんですけど、味噌自体が濃かったり、ニンニクの旨味もすごい合ってて、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。